モデルで女優の佐野日菜子が21日発売の「フラッシュ1629号」に登場し最新写真集の先行カットを公開している第37回ホリプロスカウトキャラバン2012ファイナリストに選ばれデビューを果たした佐野来年2022年にはデビュー10周年を迎え約1年ぶりとなる写真集を発売する「同号では写真集の発売に先駆けて 掲載カットが公開され、洋服の下から覗く美しいバストとくびれを披露した最新写真集は磨きのかかった過去最高の美ボディはもちろんのこと、仕事に対する姿勢の変化が大きく反映された作品になったという、佐野は昔はスタッフさんに言われるが、まま、ただそこにいるだけの存在でした。 でも今は自分の意見をちゃんと伝えたり衣装を自分で決めたりものづくりに能動的に参加できるようになってきたなと感じていますと」と意識の変化を語った。